皆さんこんにちは。新事業創造に資する知財戦略事例集の紹介。第5回は、事例、新事業部門に知財部門の人材が参画です。よろしくお願いいたします。こちらのスライドでは、新事業部門に知財部門の人材が参画して、知財戦略を立て実行しているパターンの取り組みです。新事業開発部門を兼任する 資材部員による新事業創造の主導というタイトルです。この企業では多くの新規事業創出の取り組みが独立並行して起こっており新事業創出に向けて経営企画部門の司令塔機能を中心にコーポレートベンチャーキャピタルや飛び地出島の事業創出機能先進顧客との競争コークリエーション 課題解決を通じて事業創出を行う機能など様々な取り組みが起こっているとのことですこのような環境において一部の知財部員が事業創出を担う部門を兼任し兼任先の部門において知財戦略を含む事業戦略の立案実行を上流から担っています環境整備に対する取り組みでは企業風土として 10年ほど前に巨額の赤字を計上したことをきっかけに全社員が常に危機感を持って歩みを止めずに改革に取り組むことが必要と認識しているとのことです。また常に社長から各部門に対し社会に価値を提供するために自分ごととしてどう取り組めるかを考えるようにとの指示があるとのことです。このため知財部門としても 新たな取り組みを模索していいるということです。この企業では全社的に部門間のみならず社内外を含めて越境して新事業創造に取り組む機会を増やす方針があり知財部門に限らず全社的に自信のある者が挑戦しやすい雰囲気が作られているといいます。人材確保の観点から言うと、現在はいわゆる 息の良い知財部員が兼任に挑戦している状態で組織的に仕組みとして兼任者を育てるところまでは至っていないということですご視聴いただきありがとうございましたご質問・ご要望がございましたら遠慮なくお知らせいただければと存じますよろしくお願いいたします